福岡の中村翔平選手です。武雄から調子どうですか？練習では調子悪くないので、ここも全力で頑張りたいと思います。はい、でミッドナイトの時間帯は大丈夫です？そうですね、どちらかというとモーニングよりミッドの方が、合ってるかなと思います。そっちがいいですね。はい、まあ、ちょっと涼しくなるしですね。はいはい、じゃあファンに一言お願いします。はい、今回さえも精一杯頑張ります。応援のほどよろしくお願いします。熊本の松本秀之助選手ですけど、玉野ね、小倉ともう連勝ですけど、まあ、プレッシャーの方は？そうですね、プレッシャーはそんな何はないですけど、同期がたくさん得心しているのでそれに続きたいなという気持ちです。いやでも練習仲間とか師匠とか注目してるんじゃないですか？そうですね、はい、でも落ち着いていけば大丈夫だと言われているので、まあ、自分の力を出し切って頑張りたいなと思ってます。はい、ファンに一言お願いします。今回3連勝をして9連勝で特別勝敗できるように頑張りたいと思います。応援お願いします。岡山の田中雄二選手です。玉野から調子どうですか？まあ、引き続きいいと思います。やっぱね、やっぱ順位はちゃんとクリアしてますね、やっぱり。そうですね、なんとか。で、佐伯選手ともあの S 級からやっぱ連携は？そうですね、結構あって相性はいいです。ああ、じゃあワンツーもあるんですね。そうですね、はい、で明日ももう、もう任せて？そうですね、もうしっかりついていくだけですね。ああ、じゃあファンに一言お願いします。明日もワンツー決めれるように頑張ります。応援お願いします。佐賀の吉永明選手です。小倉から調子どうですか？そうですね、まあ、いつも通り練習はしてきました。はい、佐世保はあの F1 で、ね、走ってますけど、どうですか佐世保のバンクは？そうですね、まあ、良かったり悪かったりで、はいはい、まあ、あんまり苦手意識はないバンクです。九州の先頭で明日は？そうですね、明日は九州の先頭で頑張っていきたいと思います。はい、じゃあファンに一言お願いします。自力で一生懸命頑張りますんで応援よろしくお願いします。岡山の佐伯亮介選手です。別府から調子どうですか？別府の決勝でちょっと失格してしまい、あの車検を無駄にしてしまったので、今回は佐世保でしっかりと自分の持ち味出せたらなと思います。で S 級でも連携のある田中選手がつけますよね。はい、相性がいいので今回も決めたいなと思います。そうですね、はい、ファンに一言お願いします。はい、明日はあの1着目指して来年決められるように頑張ります。応援よろしくお願いします。